桐谷健太は2002年から多くの映像作品に出演しているが、今作が連続ドラマ単独初出演である。ドラマの制作中にプライベートで森田剛はばったり会った佐野レオに話しかけられたが、撮影の服装とギャップがあり、やからに話しかけられたと思った。桐谷健太と森田剛はランチの女王以来20年ぶりの共演となる。インフォーマは新宿繁華街での撮影が行われたが、車を牽引して撮影するのは日本では初。